1998年に映画の撮影で千原ジュニアと共演することになった杉本哲太現場に入るとジュニアが先にいたため挨拶をしたのだがこれをジュニアは寝たふりをして無視その態度に杉本は「なんて失礼なやつだ」と激怒その後22年間共演 NG となったしかしこれには裏話が撮影で2人は敵対する役で緊張感を出したいという意向から監督がジュニアに 裏でも一切喋るな、と指示を出していたのだそうジュニアは内心ドキドキしながら杉本を無視していたのだそれから22年後和解のために一肌脱いだのがテレビ番組「タクシー乗り継ぎ旅」のスタッフ番組で杉本哲太をゲストに呼び2人を再会させることにしたそして誤解も解け番組の最後杉本はジュニアを許すかどうかとあれ「許す」と答え2人の確執は解消された